はい、1月30日から2月3日までは第72項鶏始めて豊屋に着くです。春の木を感じた鶏が鳥屋に入って卵を産み始める時節です。はい、節分ですね。立春の前日で2月3日頃にあたります。もともとは、立春、立夏、立秋、立冬の前日を指し、四季の分かれ目を意味していました。ということです。はい。 えっとこの季節まあ、雪が降ってくるぐらい寒い時期なんですけれども降雪ですね。香る雪と書いて降雪です。まあ、雪の中で白い花を咲かせる梅の呼び名です。梅と雪にまつわる画面は多く氷花ですね。氷に花尊敬を込めて雪中君子とか節分とかそういう言葉がありますよね。 そして「雪は匂わない梅」に見立てて「不況の花」ですね「香らない花」と呼びます。あれは「梅」なのか「雪」なのかっていうねまあ見分けがつかないあ白いあのお花ですもんね。で「万葉集」にはですね「見まごうと雪」と「梅」を読んだ歌が実に多くてですね22種も選ばれています。 梅は百花の先頭を切って咲く、まあ、花のお兄さんになります、まあ、厳しい環境の中でも辛抱強く学び心の花を咲かせる人になぞらえて公文木とかあの花巡社とか、まあ、そういうふうにも呼びます年月を減るほど風格を増す梅替え日本人は梅を尊きものとして見ていましたということです、はい 第72項はもう、えー、っと年の変わり目最終週ですね、まあ、最終週というか最終になりますで今年はカノと牛2月3日まではカノと牛なんですけども、えー、っと2月4日からは水の絵トラ年ですで、えー、っと水の絵トラ年っていうのはこのカノと牛の間あとね、まあ、5日ありますけれども そこでまあちょっと新しいことを始めて何か一つでも新しいことを始めてあのちょっと頑張った人は次の,あの水の絵虎の年に花を咲かせるっていうまあそういう年になりますのでまだあと5日ありますので何か一つですね皆さんもあのチャレンジしてみてはいかがでしょうかということではいでですね「水の絵虎年」ですね2022年は。 でこの水の家寅年っていう十巻の水の家にはですね前年のまあえっ、ー、と狩と牛の狩野、まあ、とのんですね、まあ辛いっていう辛さからたまった物事や、まあ、やり残した責務を全うするっていう使命がある年です。まあ、そのためでですね会社とか、まあ、コミュニティで あの組織としての役割を見直して適材適所にまあ配置することがさ、まあ、最重要課題になります。で十二支の虎もですねその傾向は表れていて、まあ、虎のうかんむりっていうのは建物や組織を表しています。で残りの部分はまあ人が手を合わせて助け合うっていう意味があって虎のまあ えっと字全体を通してですね。人が志を同じにすることで、良い方向に進むというメッセージがまあ存在しています。で、虎にですね。三水位をつけるとまあ、演出の円になるんですけれども、これは伸びるっていう。まあ、そういう意味となります。 で人の思いこそがです、ね、未来を伸び進めるっていうのが、まあ、2022年なので、まあ、演じるっていう言葉も、まあ、あるように、まあ、いかにまあ自分で,です、ね、演出して演技をして、まあ、情報発信ができるかそしてまあ志を同じくした仲間に出会えるかっていうのが、まあ、好転の鍵になります。 真の辛さを乗り越えて、まあ、再スタートする時ですので、まあ、あのこれが2022年の重要ミッションっていうところですねでまあその「鹿のと牛」から「まあ、水のえ虎」になるんですけどその,水の,虎の「水野へ虎」のご往うっていう年がですね180年に1回、まあ、来る年なんですけども。 あのこの180年に1回来るこの「五王の水の絵虎」っていうのは何かっていうとまあ破壊と創造で革命の年っていうことだそうなんですね。ですのであの皆様にあるまあ古いものをまあもうぶっ壊してまあこうそれをまあ新しくするっていうまあ試みをするっていうことのまあちょっとあの なんて言うんでしょう、ね、まあきっかけというか、まあそのえー、と2月4日以降にそれをしていくっていうあの、まあ、準備としてあと5日あるんですけどもちょっとあのこの5日間で新しいことにちょっと挑戦してみてはいかがでしょうか。 まあちょっと2022年はねあの破壊と創造の年なのでまあ荒れた1年になることがまあ予想されるのでまあそれにまあ対応できるまあ精神力といいますか心構えとあとまあそれに向かっていこうっていうまあちょっとこう志というかっていうのをちょっとまあ少しちょっと準備段階として今からあのしてみてはいかがでしょうかっていうことではい。うか2月4日以降の あの水のように虎年のちょっとお話をさせていただきました。はい、今日もあの最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。